おはようございます。出まーす。送迎ソウルから。そうなんですよ。今日は。最近は外舞台公演中で、はいはい、テーラーバートの千秋楽ということで、そうなんですよ、はい、その本番前にもう本当にね、今日千秋楽で公演中でもずっと声出してるから、はい、もう毎日キングコングが本当に嫌やったここで喉使いたくないかと思う、あ、そんな結構張ったりするね、本当にずっと出ずっぱりやから、俺はもう最初から最後までやから、はい、うん、そのために入りも早くなって、早くなってよ本当にもう本当に嫌でした、やりましょう喉は睡眠や、いやそうやね、だから寝なあかんからな、はい、レッドブル大好きな梶原さん、はい、レッドブルを逆さまにしてもこぼれない方法があるのを知ってますか、どういうことですか、ジューサーしまっていこう、どういうこと、これね、逆さまにしてもこぼれないって、そんな蓋開けて、蓋まず開けてもらっていいですか、ほんと元気になるか、あ、お前飲んだ方がいいよ、うん、いやいや、ちょっと喉にええの、それ怖いけど、体力的には全然大丈夫、オールマイティやレッドブルは、ちょっと早やって喋る量をなるべく減らしたいね低カロリーで低カロリーでいきたいね声落として、開けんの、うん、あ、そっち行ったんだこっちを開けてから逆さま減らしたいね喋る量減らしたいね、これ裏目に出ましたね、裏目に出た、増えますね、これ見えてなかったですね、言うから どうしたんやの、あ、開けてもらって、開けて、うん、まず開けて、はい、普通に開けて、普通に開けるで、はい、で、プルタブこれ、うん、これを、うん、くるっとこう逆にこう180度回していただくだけで、まあ、どっちでもええの、どっち回してもいい、はい、どっち回してもちょっとね、硬いかもしれないですけど、うん、来たかね、あ、来たかな、あ、折れたちゃうやん、それ回すことができる、説明やん、いや、まあ、わかるやん、来たかね、決まってるやん、もう1個しかないの、これ1個しかない毎日ケンカタックちょ、買ってきて、お願いします、山本、ちょ、すぐ行こう、ありがとう